私の帽子。うわ、夏といえばこれですよね。あれ、名前を呼ばれたような気が。ポカポカしていて横になっていると眠ってしまいそうです。水着が好きな少女ではか、始まるよ。ということで今回は水着ひなたさんを紹介していきます。視聴者は兄貴たちは水着ひなたちゃんをゲットしたかな。あのたわわで過酷せねば。不作法というもの、抜かせてもらいます。さて、まずは水着ひなたさんのプロフィール紹介です。年齢は17歳、誕生日が5月17日、身長は166センチ、鳥見て総合学園3年生、部活はシスターフットに所属しています。趣味はお祈り、整理整頓、 CV は日高里奈さんが担当しています。公式の紹介文では、遺跡調査を手伝うべく、共に島に向かった鳥見て総合学園所属、シスターフットの少女。場所や状況が変わっても、彼女の人助けの本質は変わらない。のんびりとした島の空気に当てられて普段より少し浮かれている模様、と紹介されています。水着の紐がちぎれそうな圧倒的サイズ。これもう水着へのお仕置きだろ。エッチなのはダメ、教育死刑。ちなみに公式のアロナちゃんによる生徒紹介では、必要なことがありましたら、何でも言ってくださいね。何でも、と紹介されています。水着ひなたちゃんが初太を襲う八尺様に見えるって言った兄貴出てこい。幼い頃にこんなお姉さんに出会ったら性癖が歪んでしまうのふかし。ういちゃんとも仲良くしてるみたいで今回のイベントはほっこりできました。じゃ、僕はういひなの間に混ざってくるから。お前を殺す。さて、お次はボイスを聞いてみよう。必要なことがありましたら何でも言ってくださいね。何でも。アリス、知ってます。感謝の言葉も見つかりません。感謝。先生のそばにいると心が和みます。心か。あの、荷物運びでしたらいつでも。ひなたちゃんのパワーはどのぐらいまでいけるんだろう。あれ、名前を呼ばれたような気が。ファミチキください。先生はどちらにいらっしゃるのでしょう。先生は今水着花子ガチャで過酷中です。ここの内装とっても可愛いです。ペロロ様いいですよね。リラックスできる素敵な場所ですね。視聴者は兄貴たちのカフェはどんな内装かな。お待ちしておりました先生。おいっす。暑いですね。日差しも強くて。その、よろしければ帽子いかがですか。日焼けするとガチで痛いよね。あれ先生、どうされました。でかすぎー。なあ、先生、その、要件がありましたらお話を。無言でにじり寄ってる先生がイメージできる。エッチなのはダメ、教育。何かお探しですか。先生私のことはいいですから。夏は先生も大胆にさせる。何かご用でしょうか。それはとてもいいものですね。さすがです先生。イベント報酬かノーマル3倍、どっちを取るか悩みましたね、はい、こちらになります。素敵ですね。私もいいと思います。お帰りなさいませ先生。今日も愛と喜びに満ちた一日でありますように。これもう仕事が一日中はかどるだろ。先生のお仕事ぜひお手伝いさせてください。あー、いいっすねー。夏は好きですか。はい、もちろん。春も秋も冬も大好きです。最近は春と秋がほぼない気がする。夏ならではの楽しみ、海ならではの楽しみを大切にしたいと思っています。
市長モノアニキたちは今年の夏は何か予定はあるかな？本当のことを申し上げますと、水着でいるのは少し恥ずかしいです。花子が最初に選んだ水着はもっと過激だった模様。水着姿でもお祈りに支障はありませんので。覚悟ハイレグでもそうだな。てかーい、説明不要。あら、ここ思っていた以上にリラックスできる。さて、お次はつかみモーションを見てみよう。緊張してきました。いやー、先生、情けない声。よし。あら、これはワッピー。いやいやいや、よし。緊張してきました。さて、お次は水着日向さんの戦闘スキルを見てみましょう。まだ終わりじゃないんですか？風が気持ちいいって。水着日向さんの戦闘スキルは、公式のアロナちゃんによるスキル紹介にて、水着姿でも大きなカバンを持ち歩く日向さん。その中には巨大な水鉄砲が入っており、EX スキルではそれを使って、円形範囲内の敵に攻撃力分のダメージを与えるほか、その攻撃は防御力を一定値無視します、と紹介されています。防御力を一定値無視は強力な予感。市長モノアニキたちならどこで活躍させるかな。解決できて何よりです。ふっふ。ワッピー。よかった。さて、最後に水着ひなたちゃんのメモロビを見てみよう。で、ここのヘニャーって顔好き。むほほほほ。あら、ここ思っていた以上にリラックスできる。リンパですよ、リンパ。適度に涼しくて、でも冷えすぎず、顔は影に隠れますし。高木も頑張ってるし。ポカポカしていて、横になっていると眠ってしまいそうです。おら、睡眠。ところで、その先生の前で私だけ横になっているのは、なんだか申し訳ないような。なら、その足で踏んでもらえると。そそるぜ、これは。かしこまりました。それではお言葉に甘えて、リラックスして楽に。皆さんされてますからね、大丈夫ですよ。へんにゃん。くくく、体は正直なようだな。私は今何を。忘れてください。今のは忘れてください。三大欲求には勝てなかったよ。市長モノアニキたちもバカンスしようね。寝る。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと、次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。今回のサムネはアリス川琴音さんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。チェラリルチェチェラチェチェルポ。